光ファイバー、4芯テープ芯線、誘着接続手順、手順一覧とモードの確認の紹介です。誘着接続作業手順は、1、光ファイバーをファイバーホルダにセット。2、被覆除去。3、光ファイバー清掃。4、光ファイバー切断。5、誘着接続機にファイバーホルダをセット。6、接続前検査。7、誘着接続。8、光ファイバー搬送。9、補強加熱。以上で完了です。次に接続と加熱モードの確認を行います。誘着接続機の電源を入れ、接続モード、加熱モードの確認を行います。今回は SM4 芯テープ芯線の誘着接続をします。接続モードは SM オート。 SM オートモードは芯線数自動判別とリアルタイムで放電条件をコントロールしています。加熱モードは 40mmR FP04T を確認します。接続や加熱モードが違っていた場合、モニタのモード部分をタッチしてモード変更が可能です。以上が手順一覧とモード確認です。